領主使命の治癒、刮目してみるがいい。両門、これでいいのでしょうか。天下二分は曹操を打ち倒すためにも、なのに曹操と図って慶州を取れば。行くぞ。今や天下は二分などではない、三分だ。おそらくは諸葛亮の策に我らも曹魏も飲まれつつあるのだ。確かに。そして近郊の用地慶州に打ち込まれた鎖が軍神関羽なのですね。うん、奴がいる限り乱世は収束へと向かわん。裏切りのそしりは受けよう。だが真なき命にとらわれて朽ちるわけにはいかんのだ。ですが、それでは姫様はどうなるのでしょう。殿はご決断なされたのだ。ならば我らは孫悟の明日のため慶州を取るのみ。行くぞ。軍神関羽を討ち慶州を得るのだ。関羽は前線か。好都合だな。いざ孫悟の明日のため軍神を討つ。今は命のことを考えてはいられません。陸白玄参ります。お疲れないようです。こちらをお使いください。両門殿、我が闘志を見よう。冷静
るか。慶州に現れ、我らに刃を向けるとは。反せよ。前がいる限り何せば終わらん。この戦にて死んでもらう。いつもながらお見事な武器。さあ出番もあります。倒れるわけにはまいらない。天下の天下を見るまでは。これ艦、逃げ出したか。行くぞ。何としても大差で奴を撃つ。何をするのか。関所を開かねばならない。技法、不支持、お前たちに働いてもらうぞ。このまま繁盛への投石攻撃を開始せよ。そしてきた。あとは
協力し、関羽を討たん。メイを破ってまで挑んだ戦です。必ずや最高の戦果を上げなければ。無事か関羽よ。この交換者が助けに戻ったぞ。発目せよ。関所を開けておきました。こちらを通られるなよ、関羽。こちらからも進軍は可能です。我らで関羽を倒しましょうぞ。攻める。関羽を討てば側転の秘密は攻める。これしかないのに。お見事、見せつけてくれますな。さあ、この交換者の相手よ。まずい。私が相手になろう。今のも物のぎがあったかい。命があっただけよしとするだろう。一緒しとったり。いつもながらお見事な武器。さて、出番もありません。我が知略燃えさせてもらおうか。我が通り
疲れないようです。こちらをお使いください。先に失礼つかまつる。これで孫悟の地盤はより盤石となろう。リオモードも、なぜこのようなご無理を。最後に汚れ役をかぶるのもよかろうと思ってな。あとは任せたぞ、リクソン。定律の時代、お前たちが切り開け。リオモード殿、私はまだあなたから学ぶことが。
大丈夫です。傷と疲労で危険な状態ですが、直ちに医師に見せれば。おそらく。そうですか、よかった。この戦、思うところがなかったわけではございません。ですが、全てを背負って戦ったこの方は何としても救いましょう。